こんばんは、ファンクです。こないだね、丸鶏をね、10時間以上ね、強火でね、煮込んだね、ネバネバしたね、粘度が高い濃厚なね、鶏そば専門店ハルイチへ訪れました。ここね、変わっててね、フルーツ酢なるものがね、あるよ。でね、最初に頼んだのは奥くじ卵のね、あの味玉盛りをね、ファンクちゃん頼みました。奥くじ卵はね、茨城県のね、卵ちゃんらしいのよ。味がね、濃厚でね、やべえ、もうビール飲みたくなっちゃった、ファンクちゃん。それでね、次にね、連れがね、一緒に訪れてたんだけども、頼んだのがね、濃厚鶏白湯そば。丸鶏をね、もう煮込んでね、トロトロにしたね、スープが土台なんだけども、ここにね、数種類のね、野菜スープをね、ブレンドしてるのよ。でね、横にね、レモンがね、添えたってね、これ絞るとね、もうフレッシュになるよ。味がね、もうすごい。一口にね、食べさせてもらったんだけども、違う箸使ってってね、まず言われたんでね、心が死んでましたよ。味がね、よくわからない、いやもう心死んじゃったからね。レンゲぐらいいいじゃん。レンゲもね、変えてて、いやもう、あ、それでね、それでね、ファンクが頼んだのね、特製濃厚醤油鶏そば。つみれも入ってるよ。でね、さっきのね、白湯そばと違ってね、とろみがこっちの方が少ないんだけども、でもね、鶏の香りがね、やべえ。特製はね、鶏チャーシューがね、4枚でね、つくねがね、2個とね、あとね、海苔2枚にね、味玉がね、パッカーなってる。細麺にね、白湯スープ足す、醤油足す、あと鶏ドバドバドバーって言ったようなね、もうね、またいつものね、またになってしまいますけども、この一杯がね、トリトリってなってるのよ。いや、もうちょっとね、つくかな。トリトリ、これくらい。いや、もうちょっと、トリトリって、もういいですか。いや、もうね、もう、鶏の味が半端じゃない。いや、これ、ね、表現がね、伝わりづらいかもわかんないけど、一人でね、焼き鳥を食べてるよ。それほどね、もうね、スープがね、鶏の味でね、みなぎってる。それでね、白湯の方はね、もう特にね、また鶏の味がすごいんだけど、醤油の方はね、鶏白湯になんかちょっといい気っぽい感じもするんだよな。あ、そういえばね、信じてもらえないかもしれないけども、頻繁にさ、口を押さえてるでしょ、ジャス。あれね、実はね、押さえてるんじゃないのよ。ある人のね、真似をね、してね、叩いてるのよ。それはね、この間ね、ハンバーグステーキ食べたらね、焦げた。それなんで口痛いのよ。だからね、こんな時はね、スタバのね、スノーピーカンナッツフラペチーノたまんね。これ冬限定なんだけども、みんなね、ガンガン頼んでんのよ。あんこ頼んでみたらね、クソうめえ。いやもうね、フラペチーノ大好きなのね、ファンクちゃん。しょっちゅう食べちゃう。だから痩せてるのね。それでね、ちょっと最近ね、体重がね、気になりだしてきたんで、トールをお願いしました。そんな言い訳は、トール？あ、それでね、湯島のところでね、
ちょっといろいろね、夜仕事終わってね、プラプラしてたらね、イタリアンジェラートのね、ジェラテリア、マンマミアというね、お店をね、発見しました。今寒いじゃない。でもね、ファンクね、アイス好きなのよ。アイスにね、かける情熱はね、冬でもね、止まんねえ。でね、ここね、マスカルポーネのね、ジェラート多いんだけども、梅干し、シソとかね、あと、レモンとか、ロースト、アーモンド、コーヒーとか、ピスタチオ。でね、もう、すごく悩んじゃったのよ。でも、どれもうまそうなんだけども、その中でもね、梅干し、シソとね、あとね、ロースト、アーモンド、あと、アボカドをね、頼んでみました。でね、これね、アイスの粘り気っていうか、そういうの粘土っていうの、それがね、異様にね、トルコアイスっぽいのよ。まあ、そこまでビーンとは伸びないけども、硬さはね、まあ、トルコアイスっぽくて。でね、食べてみたのね、一番上がね、梅干しシソ。でね、右側がね、ロースト、アーモンド。でね、左がね、アボカド。でね、食べた感想なんだけども、クソうめえ。ここね、素材の味がすごく強いの。梅干しシソはね、本当にね、梅干しを食べてるようで、アボカドはアボカド、あとアーモンドはね、アーモンドとね、その素材の味がね、群を抜いて突き出てるのね。目つぶってればね、そのね、素材だけをね、例えばアーモンドだけ食べてるようなね、まあそこまで言うと嘘でもね、素材の味がね、もうやたらね、突き出てて美味しいよ。本場のね、イタリア人の人がね、作ってるね、アイスなんだけども、なんかね、この3つの中でね、梅干しシソがね、一番たまんね。それじゃあね、今日はここまで。じゃあねー。